こんにちは、初菜です。今回は名古屋にあるブレイブポイントさんの貸し切りにお邪魔をしてきました。ちょっと初めてのフィールドなのでね、緊張しております。このゲームは5分間のフラッグ戦、復活は無制限です。マップ中に2つコーンが置いてあって、コーンのタンバリンのね、色を自分のチームにしたら占領完了ということで、2つ占領した方が勝ちというフラッグ戦になってます。自分の陣地のね、コーンはあらかじめ自分のチームの色が刺さってます。今回初菜は黄色チームなので、赤チームのところのコーンを黄色に変えれば勝ちとなってます。さて、なかなかね、敵に会えずちょっと進んでしまいました。バリケードがとても多いフィールドでね、慎重に索敵をしていますが、ドキドキします。見通しが悪いのでね、敵を非常に発見しづらい。けど今一人走り去ったのを追いかけます。その前にワンキル、そしてさらに追いかけていきます。そして2キル。さあ、さらにね、敵を探していきます。マップを把握できてないので相手のコーンもわからないという状況です。勢い余ってスタッフさんも撃ってしまいました。そしてふわっと歩いてきた方も撃たせていただいて、さらに進んでいきます。おっと、ここでメガネ屋さんに撃たれてしまいました。結構痛かったです。メガネ屋さんが怖いので、ちょっとまたね、ルートを変えて進んでみます。結構近いところで交戦していますが、今のプレイをちょっとリプレイで見てみましょう。実は当たってはいけないところに当たってしまっています。ごめんなさい。初菜ヒットはしていないのに逃げてしまいます。申し訳ないです。さあ、気を取り直して別ルートから行ってみます。自分の陣地のフラッグ周辺はさすがにね、ちょっと激しく交戦しておりましたね。ここでまた初菜キルされてしまいます。さあ、しかしね、言って復活は無制限です。どんどん行きましょう。復活をして進んでいきます。またワンキル、そしてもう一人。残り時間がね、だいぶ少なくなっていますのでね、どんどん進んでいきます。ここでもう一人、そしてあと一人撃てるかというところでゲーム終了です。今回はお互いに自陣のフラッグを守りきる形でドローでした。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。